はい、順次です。ではアイワナリベンジザ順次、続きをやっていきましょう。まあ、いよいよね、隠しステージも最後となりました。このステージ7、今回は、このステージの、隠し、まあ、ステージ、そして隠しボスですかね、挑んでいきましょうか。ほい、うん、お懐かしいね、すごい懐かしい。オメガダークリョータを倒した、後ですかね。はい、キルザ順次の世界。よし、で場所はですね、これコメントいただいておりまして、このリョータさんルームに入って、この最初のマイテツマップですかね、ここで、あの真ん中の区間に行くと、真ん中の 空間か行きますと、あの左上の針が飛ぶんで、多分そこに隠しがあると思われます。ということで、まずはそこまでね、カットしたいと思います。よし、ではやってきました。ここの区間の左上ですね、あの真ん中、あの原作マイテツですと、あの86ちゃんのね、立ち絵があったところに入るんですけども、あの1周目にね、あそこ入れて、でも何なんだろうと思って、こうその針が飛んだことに気づけずに、まあ、謎の空間だね と一言残して去っていったんですけども、ここね行くと、待ってね、どこだっけ、あそう、左下今、落ちてったと思うんですけど、あれで、あの多分左上が隠しになってると思うので、まあ、そこまで戻るんですけども、結構むずいよねこれ。行ってみようか。ほい、よし、とりあえずここ折れた。また待って待って、あれ、あ待って待って、そうか、乗ってちゃダメなんだよね。ってことはここでトゥルッと、いやそういうことか、なるほどね、これむずいね。そうか、乗って降りちゃダメっていうのは結構難しいね。ってことはツルッといって、あでもツルツルでいけるか、いくよ、あほい、よし、これ、あそんな難しくないか、オッケーオッケーオッケー。でここなんだよね、行きでも結構これデスってるからちょっと怖いんだけど、おい、あくそ、もうここむずいのよ。さてさて、何度目かの挑戦だぞってなもんで、よし来た。さてこっから、こっからよ、ほよし来た、よし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 。で同じようにここがトラップ来るから、でよし、でここがよし、来たぞ来てるぞ来てるぞ。で、セーブしちゃダメだから、このまま上に上がっていきの、これが これちょっと待ってよ、うっそ、もうシビアなのよ。よし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 、足はくっそ行き過ぎた。ここですね、あの結構もうカットしてると思うんですが、あの左上のあの納豆ちゃんあると思うんですけど、あそこがあの行けないんですよ。多分左から右に行くトリガーがあるんですけど、多分それをね、あの帰りも使っていくんですけど、この帰りだと、結構奥深くまでこうめり込むので、あの戻ってこれないんですよ。今何が言いたいかというと、つまりあの起動させて、こう互い違いでね、針が降りたり上がったりするのを避けてまた戻ってこれないので、何度やってもこれ厳しいのよ本当に。そうね、あの左側に割とあると思うんで、そうね、いやこれ、いやちょっとこれきついな、いけるのかなこれ。ですね、もうあの1区間前に戻って、ここができるかだけを今検証してます。今これ多分ね無理だと思うのよ。うん、結構やってんですけど、こう作動させて帰ってこれないのこれ。これテストプレイ されてるよねこれ。でも他に行き道ないんですよこれ。ここ抜けないし、そうだよねやっぱり。で、あの飛び越せないからね、これあの作動しちゃうから。だからやっぱり、フェイントをしないといけないんですけど、そもそもそれがいやこれね、いや結構ね入り込んじゃうから、もう作動した時には帰ってこれないんだよね、ところまで。あのキト君が体をね入れ込んじゃってるから、これ無理だと思うな。これも調整してもらわないと、まあ、仮に、すんごいシビアにできたとしても、ちょっとシビアすぎますね。一回も成功してないので、これ、いやちょっとここもダメージ性バグ使う、あダメージ性じゃないわ、何回間違えるんだ、体力性バグ使ってもういきなし左上に飛び込みたいと思います。よし、では体力性持ってきました。ということで見てください、このタフガイ、タフなキット君。でもこのまま上に上がってきますからね、あほいっと、
あれあれあれあ、あー、はい、ではテイク2いきます。再びね、多分左側だね。左に行くんだと思う。だから一旦この辺でちょっと避けて、こう、よし、来た。え、あれ、実績か。実績であって隠しルームではないということ？ってことはまた探す探さなきゃいけないってことか。マジか。ですね、すごい勘違いしてました。ここのステージはそもそももうあれですよね、分かってるんですよね、場所が。リョウタさんルームではなくて、そうだ、この次のね、カミリアマップのところに出てたんだよね、確か。すごい、すっかり忘れてました。あれどこだろうって。もう結構ね、隠しアイテムを探すときに、今もうダメージ性使ってます。体力性使ってます。結構ね、探したんでもうないだろうっていう気持ちでいたんですけど、そうだよね、あそこだ、こっちね、ここのそこだ、そこにあるんだよ、ここ、ここね。あー、すっかり忘れてますね。まあ時間が経つと忘れるものと言いますか。じゃあ入りましょう。あ、ほいっと来ました。来たぞ、セーブ、オッケー。よし、では最後の隠しボスですかね、挑んでいきましょう。どんなボスだい、ゴー。うわー、マジか、デカキッド。あー、なるほど。今ね、体力性を引き継いできてるんで体力5ありますからね。で、あ、ボスにも体力出てるね。これ2段ジャンプ、あ、復活する。おお、2段ジャンプ復活するぞ。本家ラブトラのデカキッドは2段ジャンプこう復活しないんで、結構この黒玉2発来るとね、しんどいところあるんだけど、いいね、これは。さて、ではどの程度かお手合わせ願おうか。よいしょ。うわー、来た。早速バウンドちゃん来てるじゃないの。しかも曲が曲がボスらしくないぞ。よいしょ。さて、で、体力、あれ減ってる？減ってんのこれ。なんか全然減ってなくない？体力、これはなんかそのプログラムミスなのか、それかもう本当にわずかながら減ってて気づけないのか、目視できないレベルの減りなのかその辺わかんないですけどね。で、体力性をね、さっきも言った通り引き継いでるんで、行けるところまで行こう。よし。なんか、まあ、デカキッド、ラブトラも思い出しますけど、うわ、来た。あれなんだっけ、おっと、3つ以上は来ないのか。ダークコアもね、思い出しますね。よいしょ。来てるね、来てるね。おし、この2段ジャンプ復活のすごくいい。体力全然、あ、ってことはやっぱりヘラシーミスか、多分プログラムミスだとは思うんですけど、いいでしょう。体力まだこっちあと5、あと4発当たっても大丈夫ですから。よし、 OK。 危ねえ、危ねえ。まだまだありそうだね、体力。あ、しまった。ここで一発食らうのはもったいない。今のミスはダメよ。よし、 OK。 危な、怖いね、相変わらず。デカキットたるものはいつ戦っても厳しいじゃないの。よいしょ。まあ多分これも調整が必要なパターンだと思うんで、まあそんな気持ちで戦っていきましょうか。で、あれですね、隠しが見つかりやすければボスが強くなる傾向なん で、今回のステージ7は割と見つけやすいところにあって、なので、多分強いと思うんだよね、おそらく。なんでこんなもんじゃないと思うのよ。体力がとんでもなくあるか、それか、うわ、横もあんの？ふう、横、やばい。よし、横もありますか。よし、でも2段ジャンプ使えるのは本当にいいね。これでだいぶ感覚調整できるんで、それは本当にありがたいというか、戦いやすい。そして結構長引くな、これ。よし、さっきの1回です、1回ですじゃないわ、一発食らったのはちょっともったいないことしたなと思うんだけど。しまった
今のも避けられたね。よし、まあ、いっか。ほい。さて、地道なバトルが続いておりますが、よし、運がいい。あと2発は食らってもいいからね。よいしょ。危な。よし。ターン、あぶねえな、もうこれ。怖いな。これは撃たない方がいい。行かない方がいい。様子見、様子見。よし。ほっ。あぶねえ。感覚よ。感覚。ちょっと待って、本当に。あ、体力減り始めた。減り始めた、減り始めた。ってことはもう、バーが吹っ切れてたのか。恐ろしいね。どうなってんの、それ。どれぐらい？あ、結構減ってる、結構減ってる。結構減ってるよ。よし。しかもこっちあと体力が2ありますからね。さてと。ふははは。勝てるかもしれん。よし。待てよ。なんか、強化されないかな。それがすごく不安なんですけど。よし。来れてる、来れてる。頼む。危ね。半分いったよ。ほっ。危ね。よかった、今。青玉出てくれてよかった。よし。よし、マジで？え、マジで？左？ちょっと待って、それはなしじゃないか？左は。うわ。二段ジャンプ使えるとはいえ、結構待った。アップね。過酷。よし。これ待って、あと一発食らってもいいんだよね、確か。私。そうだよね。あと一発は食らえるから。よし、オッケー。しまった！復活した復活した。まあもうしまったけどさ、まあいいか。まあいいでしょう。これどうだろうな。もう食らえないから、ここで倒しきればいいんだけど、多分どうだろうな。いけっかな。不安だな。こう4つもさ、バウンドがあるから。よし、 OK。 よし、いいね。しまったな。なんかあのボンミス2回ぐらいなければ多分いけたんじゃないかな。そんな気しますよね。よいしょ。でも本当はね、1デスですから、ちょっとこっからは1デスの気持ちでいこうかな。よしよし、 OK。 うん、まだまだ。よしよし、OK。 待った。え、待って、増えてる。バウンド増えてる。危ね。結構いい勝負してるね。土壇場になって結構いい勝負を仕掛けてますな。いけるか、これ。よし、 OK。 いいぞいいぞ。待って、すげえ緊張する。なんでこんなに緊張するのよ。ほっ、危ない。あ、いや、あいつが飛んできてるから、ここは一回スルーで。よし。感覚きたか、感覚。感覚よ。研ぎ澄ませ。いいでしょう。いい、また。また、クソマジかよ。もうなんでいつもこうなんの。
今ですね、体力制でもう一回2戦目挑んでるんですけど、多分ねこれ結構時間かかってるんで、もうほとんどカットしてると思いますが、今のところノーダメージですね。一回も食らってない。だから体力を今4温存してます今ね。なのでちょっといい感じですよ今。多分倒せるとは思う。まあ、この先ね撃破して何か起きなければ、第二形態みたいのがなければ多分倒せる。うん、ちょっと最初のね初戦は油断してしまいましたが、2回目はそのラブトラで培った、もうほとんどやってませんけども、デカキット危ねえ、デカキットのねこう感覚がね取り戻されてきたのか。うん、ノーダメいいね。これ体力制使わなくても倒せたかもしれないけど、どうだろうなっていうところですけども、よいしょ危ねえ。まあこう2段ジャンプができるのはね本当に何度も言っちゃうけど、いいですね本当に感覚調整。うわでもそうは言ってもここらまで来るとさすがに弾数多いっすね。よいしょよしよし、オッケーオッケーオッケー、いいねいいねいい感じよ。撃破できるかい。もう何度戦ったかデカキットちゃん。よいしょほい、お倒せ、お本当ノーダメで倒せる、ノーダメで倒せるよこれ。よいしょいける、あと一発。おい倒した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 、やったぜやったやった。ちょ待ってね、これどうしようかな。あしまった、待って、戻れ危ねえ危ねえ。よっしゃ、あれあれ倒した判定ならないの、あれなんか実績取れませんね、あれ取れてないよね、あれちょっと待ってね、もう一回入ります。あんなか、あれなんで取れてない、ガキーンって来ないじゃん、ガキーンって、あれえどういう状況これ。待って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 ね、なんでこう、あれなんかそれか実はワープじゃないってこと、設定忘れかな、可能性はありますよね。こっちの方行けるとか、あ違うか、ってことは、まあ、こんな場所で居眠りをするキッド君も相当度胸が座ってますけどもね。ってことは、あこれ当たり判定ないんだ。ってことはもうあれか、どうしようもないよね。そうか、設定忘れなんでしょうね。じゃあ戻りましょう。そして実績を見に行きましょうか、ひとまず取れてる実績を。ですね、あそうか、どれだっけ、これか、おこれはあれですね、りょうたさんルームで取得した、ものです。ザ・アイ・パート7、最強の監視者、その目から逃げることは不可能に等しい、としてこのオメガダークリョータの顔が描かれていますね。そうですね、やっぱり取れてませんよね。ここですもんね、ここに現れるはずなんですよ。倒したこのステージのロゴの1個2個3つ目に隠しボスのね、撃破、トロフィーがありますから、そうだね123ここだよね、ここ取れてないですね。ちょっとこれは実装し忘れなんじゃないかなと思います。一応倒せたことになってるのでそうね、バージョンアップされる際はぜひ私にもくださいね、ただの人間さんお願いしますね。よし、じゃあ戻って、じゃあ次回は、エクストラステージですかね、入っていきましょうか。よし、ということで、次回のパートではこのね頂点に位置する、エクストラステージ、ここに入っていきたいと思いますですね。はい、もう初めて来ましたねこんな高い位置。ということでまた次回も、まあ、行けるところまで、頑張っていきたいと思いますですね。はい、では皆さんご視聴どうもありがとうございました。